みちゃんがギャップ、ギャップ久々に公園で、あ、本当？ネックレス、これ結構前から持ってるよ。たまにつけてる。同窓会の時とかもつけてた。今日は岩田屋に行ったんですよ。岩田屋に行くからめっちゃすっぴんで、しかも初めてキャップをかぶったんですよね。私本当にキャップとかかぶったことがなくて。はるゆかさん、ごはんまんタコありがとうございます。そうで、それで岩田屋に行くのにすっぴんキャップで、あ、どうしよう、これはもしかしたら店員に舐められるかもしれないと思った結果、舐められないようにするにはどんな格好していこうってなった時、とりあえずネックレスつけとけばなんかいい感じになるかなみたいな。っていう私の考えです。めちゃ楽観的な。そういうこと。ことね、音色をね、私はねしないとペラペラなんですよ。なんか昨日のまるさん、マグネットネイルっていうのをなんか前言ったよね、多分。なんか磁石みたいに磁石をひっつけてキラキラするんですけど、視聴さん可愛い、ありがとうございます。なんですけど、下手くそなんですよ。でも昨日こうまるさんがやってもらってるのを見て、可愛いみたいな、やっぱちょっとしたいなってなったので、私もマグネットをしたいと思います。頑張ってマグネットネイルに挑戦するぜ。へっ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 。全然できる自信ないけど、そのためにわざわざ落としたんだネイルを。マグネットね、私苦手なんだよね。葵ちゃんに習えばよかったね。だから葵さんに教えてもらったの。よいしょ。とりあえず親指だけやってみようかな。左の親指。何が違うの？え、何が違うの？そう言われると難しいな。どういうこと？何が違うの？逆にどういうこと？え？ピンク。なんかね、マグネットを当てるとなんていうの、あのキラキラが出てくるはずなんですけど、下手くそだから出てこないんだよね。なんかそんで、なんかずっと口の中のさ、上の上顎にさ、なんかがついてるんだよね今。めっちゃなんか気持ち悪い。皮むけたのかな。なんかずっと口の中が気持ち悪いんだよね。なんかもごもごしちゃう。なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう。
熱々の食べてない。マサタンさん、タコありがとうございます。なんだろうこのポーズ、今めっちゃタコみたい。タコ、え、なんでこのポーズしたんだろう今。世の中には不思議なことが多いですね。突然変なポーズをしだすこともありますし。この部屋が片付かないんですよ。落ちた。そう、マグネット綺麗なんだけどマジでうまくいかないんですよ。私本当に一回やったことあるんだけど下手くそすぎて、こう塗ったら、塗ってマグネットをこう近づけるとキラキラが出てきたり引っ込んだりするから、それでなんかこう柄を作るっていうか、なんて言うんだろう、こうマグネットの、なんていうの、そのキラキラさせたい部分をキラキラさせて、そうじゃない部分をキラキラじゃなくするっていうのをこのマグネットでやるんですよ、磁石で。なんですけど全部キラキラが消えていくんだよね。カリさん、ユウさん、タコいっぱいありがとう。そうマジでなんでか知らないけど私がやると消えていくんですよマグネット。悲しいよね。とりあえず親指でなんか検証してみよう。そう、あとさっきコナンでさ、コナン見てたんですよ。コナン見ながらこうオフしてたんですけど、その子と煉獄さんのこう出会いみたいな回で、煉獄さんじゃない、京極さんだ。もういつも煉獄さんって言っちゃうんだよね、京極さんのこと。関さんのせいでなんかなんとか極さんっていう名前も全部煉獄さんなんだよね私の中で。そう、まあ、その二人の回でなんかいいなって思いながら見てました。さすが二人はラブラブだなって思いながら。明日は昼夜ありますが皆さんは来ますか？もちろん来ますよね。うんうん。よいしょ。お昼行く。あ、そうなの？遠方組だね、遠方組。昼多いね明日。今のところコメント的には。明日の昼は何にしようかな。最近なんかねメンバーと髪の毛を揃えるのが流行ってるわけじゃないけど、なんかみんなとやることが多いんだよね。リカさん、タコありがとうございます。月曜仕事だから昼なのね。はい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 。ちなみに皆さん、私もやっと取り木に行きました。あれ、これ話したっけ。そう、マリアさんとモカさんとこの前行ったんですけど、行ってきました。めっちゃ美味しかった。釜飯めっちゃ美味しいんだけど、あれ美味しいね。びっくりした。釜飯も美味しかったんですけど、あれも美味しかった。なんだっけ、山芋鉄板。あれいっぱい食べた。 1.5 皿ぐらい食べた。
プリキュア美味しかったよ。本人来てくさん、やだ、なんか勝手にそんなの作んないで、なんか指針みたいになるじゃん。私がなんか真似したみたいになるじゃん。ファンの人が食べたな。今福岡にいるか両方います。ああ、公演明日昼ってこと？山芋鉄板、鰹節、もみのり、どっちがないと。私鰹節そんな好きじゃないんだよね。いらない、別に口にひっつくのが嫌いだから。私は海苔が好き。博多に牛タンのお店ができる。なんてとこだろう。博多は天神は混んでるけど、内の浜はそこまで混んでない。牛タン焼き仙台、なんだそれ、熱海、なんて読むんですね。有名なお店なのかな。苦手なタイプの、なんかね、いらないんだよね別に鰹節。私お好み焼きとかにもいらないと思っちゃう。ピースケさん、100回目のありがとうございます。今日1172か。今日はじゃあツイッター載せようかな、せっかくなんで。最近載せ忘れちゃうんだよね。数字出たらその数字見て直せよとか思って忘れちゃうの。お好み焼きマヨネーズ、それはいる。マヨネーズ大好きだけで食べることはないけど、マヨネーズ好き。明日もカラコンつける予定。別につけてもつけなくてもいいかなって感じ。なんでつけない方がいい。焼肉ゴジラの世界征服、タコありがとうございます。明日は配信終わってからしかできないな。でも明日はね、アバター書きしたいからね、なるべく早めに始めたいんですけど、まあ昼夜公演なんでそんな遅くはなんないと思うんだけど、ちょっとその後がね。あ、前髪が変。さあ、ついにマグネットに取り掛かります。
まずマグネット一発目は何もマグネットを出さずに塗ると言ってましたね。一発目は普通に入れました。片手で入れたのはタンヤ、タンヤ、トリニータコミュニティで稲ちゃんが勝利の女神扱いされてる。いやそれは分からん。ペのケーキを作るの、あのね、研究生はねケーキを作ってないんですよ。トシさん100回目の方もありがとうございます。なので作らないかな。ハリマさん、ハリマの人さん100回目の方もありがとうございます。グッチーさんタコありがとうございます。そう、全員分出れるわけじゃないか。まあそれ言ったらチーム、なんならだって最近チームの公演のケーキも欲しいっていう人だけにする予定だもん。今後ガサカの富士ほうなんか教えて、いいところというか、なんかどんなとこがいいとか。そう、なんかケーキ作るのはいいんだけど、とりあえず欲しい人だけにしようかなってなりました。まあ昔もそうしてたんですけど、最近はなんか確定演出みたいになってるんで、爪に蝶々つけたいけど蝶々つけたら生活しづらいな、迷う。ひろちさんタコありがとうございます。あさってはいい梨の日。あ確かに前につけてた蝶々、あそうそうそう、白い大きめの蝶々なんです。これをつけるとマジで生活しづらくなって生活力が大幅に低下するんですよ。今ちょっと見えないな、やっぱみんなにキラキラ、ちょっとキラキラしてるんですけど、これはまだ元々のキラキラなだけで、今からキラキラを引き出してくるんですけど、さあできるのか。さあこっからが勝負ですからね。なんだこれ、できてるのかできてないのか全然わからない。あ来た、キラキラいた、見っけた。うわーキラキラ見っけた。でもめっちゃいらないとこにも出てきてる。こいつでググッと押してキラキラを消してない、消えてない、なんで消えない、こういう時だけ消えてほしい時になんで消えないんだろう。この
キラキラだけどなんか変。めっちゃキラキラだった。全然ちょっとみんなには見えないんだけど。全然みんなに見えないのが悔しいな。鳥天定食さん200回目の方もありがとうございます。あれ暗くなっちゃった。なんか違うんだよな。こういうもんなのかな。うん。一回ラーメンを消せるだけ消しまして、うん、難しい。今日は薄メイク、全く何もメイクをしておりません。恥ずかしいです。なんだこれ、マグネットネイルってマジむずいな。難しい。え、消えた？マグネット消えた？いた、見つけた。一旦これでいいかな。ちょっと難しいんだけど。おにぎりさん100回目の方もありがとうございます。もえちゃんさんタコありがとうございます。配信でこれやると寄り目になっちゃうのか。ちょっとそれやだな。消えるなんてあるの、そう思うじゃないですか。あったんですよ。あ、コンタクトがさっきまでね、爪を削ってたんで、コンタクトがさ、そのなんていうの、粉でやられた。おもちさん100回目のおめでとうございます。
雪ごじタコありがとうございます。私いつも課金。でもそろそろ私もね、もう一回ネイルサロン行きたいなって思ってる。安くていいとこがあれば。いいとこは多分いっぱいあるんですけど、値段的にどのくらいのとこに行こうかなみたいな。HKT チョイツおじさん、タコありがとうございます。ネイリストさん当たり外れ。私ね、一人のネイリストしか行ったことないの。あ、いや、まあ、正確には二人なんだけど、いとこのママとあのなんかそのお店の人なんだけど、その人がめちゃくちゃ上手だし、早かったし、安かったんですよ。だからなんか結構いい思い出。あー、リボンが消えた、落ちちゃった。みんなに見せれないのが辛いな。結構可愛くなきと思ったより、ちょっと全然見えない。ダメだ、デザイン重装する7000ぐらいかかっちゃうから、高いなと思っちゃうんだよね。それならもう自分でやっちゃえみたいな。どうしよう、パーツは。まあパーツは後で良いでしょう。キラキラリン、全然見えない。マス先生さん、100回目のありがとうございます。結構親指なんか頑張った甲斐がある、頑張った甲斐があったぐらいは、まあなんかいい感じかも。感想には個人差がございます。村田太郎さん、タコいっぱいありがとうございます。なっちゃんって一人二人、一応今二人なんですけど、昔一人だったんですよね。そう、 HKT 入る前は一人で、そっからてか、そっからっていうか、昔からその一人なのがちょっと自分的にはコンプレックスだったから、アイプチとかめっちゃしてたの。でそっから HKT 入ってマツパっていうのを知って、でマツパやって3回ぐらいマツパをやって繰り返したら二重が定着しました。ラッキーですね。って言うとなんか整形かって言われそうなんですけど、っていうわけでもないんだよね。別にそれはそれでいいと思うんですけど、今の時代なんでもありな時代ですからね。白ハート可愛いな、ピンクのハート。
片目だけ一人で泣きそう。本当？地爪で偉いね。そんなことある？パート3で目だけで200万かって。まあ、目頭切開とかね、なんかいろいろその辺もやったら結構高くついちゃうこともあるからね。日進月歩さん、音符ありがとうございます。目が大きな有利、そんなのでも関係ないんじゃない。キリッとした目のが好きっていう方も世の中にはいるわけだからね。ネイル落とすときは全部直行液できるもんな。ジェルネイルは無理です。無理、まあ無理っちゃ無理。普通のマニキュアとかだったら除光液できるんですけど、ジェルネイルになるとまず一旦ちょっとだけ削って、私は全部削るだけで終わらせるんですけど、削ってアセトンっていうの成分が入った除光液で15分間ぐらい爪の面かぶせといて溶かしてからゴリゴリやるみたいな。ムゴリランさん、300回目のもありがとうございます。ガーベラさん、100回目のもありがとうございます。そう、なのでまあその辺は関係がめんどくさいんですよね。アセトンやらどうやらこうやらか。クイナちゃん、何どうしたの、泣いてやがる。みんな今日何食べたの？夜ご飯。セブンの冷やし味噌ラーメン美味しそう。なんか肉じゃが作ったのみそだ。まあまあ最悪ね、明日の朝ごはんとかに食べれそうだ。肉じゃがならステーキだからだちょっとき厳いけど。この見分け、うん、好きなメンバーが最後のおしゃべり会だった。誰だろう、あ、小田さんか。
右手もっと、え、そうなんだよ、右手マジで大変なの。毎回利き手じゃない方の手はもうマジで死に物狂いでやってる。ネイルのねパーツをね、ハートか水玉系かどっちにしようか迷ってんの。ハラディさん200回目のおめでとうございます。キャップのシール、ボール、帽子が日に焼けた時にシールの部分だけ丸く跡がなく、そうなの。じゃあどうしたらいいの。ベースピンクね、ピンク。ネイルのパーツってネットで買う？ネットはあんまりないかも。メルカリぐらいじゃなかったもん。ブツブツってあれだよ、そのなんか いつもみたいなじゃなくて、こういうの、こういうなんかオーロラのブツブツみたいなやつ。ネイルは基本剥がさない。でもだってそうだよね、跡ついても剥がさなきゃバレないもんね。バレないって言い方だけど、オンライン宣伝、残念ながらありがたいことにオンラインも全て完売をさせていただきました。あ、そうでさ、あの葵さんがあの剥がさないに入れてくれたか剥がさないみたいなのをした直後に、ちょうどその時に他にメンバーいないかなと思って見たね。そしたらリノとヒナがその時やってくれてたんですよ。だからリノとヒナも言ってるからみたいなのをしたら、なんかその後インスタ見てなかったの。そしたらいぶきとわかなから私もなんだけどって言ってね、いや押せえって押せえって送りました。森勝ムスカリさん、200回目のありがとうございます。このかわいい、これ結構でも一昨年かぐらいから来てるかも。持ったかな、それは。シール剥がすって発想がなかった。なんかでも確かに剥がさない感じだね。 BB さんかわいい、ありがとうございます。焼きごじお花ありがとうございます。あんなさっけばっか洗えない。確かに。でも唾洗わずにもうあれだよね、頭頂の部分だけ洗うしかないよね。よく見てたオレオが、ちょっとオレオが食べたくなるわ。ちょっと全然わからんけど、本当なんか幼くね、なんかいつもそれ誰かしらにコメントで言われる気がするな。シール貼ってるのがステータス。仕事でライブ配信する機会があるんだけど、メンバーのショールームのコメント読む速度尊敬する。そんな？仕事でライブ配信が一番気になるな。
うん、豚の角煮さん200回目の方もありがとうございます。今日近所で韓国語試験が行われてて何回も道聞かれて行き来しながら出てたけど優しい。でも どの程度喋るんですかねそういう人って。ヤフカラホーさん400回目のもありがとうございます。オンラインの日仕事になりました。あら残念。ここの前髪が変だね。前髪さ伸びたと思って切るじゃん、そしたら全然伸びてないんだよね。白のハートもいいし、ピンクのハート、ピンクのハートは可愛いかな。でも使ってから剥がすと、でさっきもなんかそんな感じのこと言われたな。全然これ開かないと思ったら見て、まだ未使用でシールついてた。そりゃそうだよね、びっくりしちゃった。開かなすぎてなんでこんなに開かないんだろうってめっちゃ必死に頑張ったの。最近4文字の言葉を頭に浮かべるとユッティさんが出てくるんだよね私の中で。4文字っていうかなんかどんだけみたいなテンションでなんかユッティさんが頭の中でなんか言ってるんです。行列っていうのと同じ感覚でなんか4文字の言葉を思い浮かべるとユッティさんがなんか言ってるの私の頭の中。なんだったっけこの前、あそうそうそう、あの楽屋で話しててヒーローとか昨日かな、そうで辛辣って言った時に頭の中でユッティさんが辛辣って言ってました。今買ってみるの、今やってんの。剥がれないこれ、え何これ、こんなシール貼ってた私、え取れたかな、えびっくりなんだけど、取れた、やっと取れた。こういうハートをつけるかこういうのをつけるかで迷ってる。こういうなんかちょっとオーロラ系の水玉みたいな。佐世保のてっちゃんタコいっぱいありがとうございます。平松さんクマありがとう。明日の飛行機、明日来るの、HKT ジョイツおじさん、セボのてっちゃんとかいっぱいありがとう。こんなもんかな。で、はい、また地獄の行きますよ。マグネットタイム。地獄のマグネットタイム。
度さっき時間をかけてきたことか。まずマグネット消していくとこから始めるんですよ。そんなこと絶対マグネットメールでは普通ありえないんですけど。何今回のやつら、あ、薄いな。そういうことか、薄くて消えないんだ。あ、惜しいな。中指もうちょっとでできそう。難しいよ、人差し指。あ、ちなみに今日はいとこのママが誕生日です。わ、なんでこんなに中指上手なんだろう。中指めっちゃうまくいったな。プレゼント出した。渡してないです。会えてないので。まずいとことは会いましたけど、今日いとこのママとは会えてないんですよ。このままとココッペが同じ誕生日です。マムモモモモモモマムモモモモモさん、100回目のおめでとうございます。違うなぁ、人差し指だけなんか違う。うん、難しいです。平松さん、猫の合唱隊ありがとうございます。
じゃない、まあまあまあしゃあないかなぐらい、オッケーかな、もう固めます、無理です。ジェイ君さん200回目のもありがとうございます。何回でもやり直し、うーん、固めちゃったらもうおしまいです、正直。何さんだろう、ウリにナエさん100回目のもありがとうございます。プラモデルの工程に近い、マジ？プラモデルってこうやって作っていくの？もうずっと口の中になんかあるんだけど、気持ち悪いよ。ウリュウ？ん？ちょちょちょ、ウリに苗です、苗。ラメって磁石？いや、これは、ね、マグネットなのよ、ラメっていうか。あれ今日言ったっけ、トリニータのこと。トリニータ今日先に点取ったんで、ワンチャンもしかしたらこれはいけるんちゃうって思いましたけど、同点でしたね、残念。惜しかった。意外とかしてみれば、あのね、お茶飲んでんだよ、だから代わりにじゃじゃーんって言いたいけど全然見えないっていう、ちょっとなんかわかるかなぐらい。どっちにしよう、かわいいなこのなんかつぶつぶの方も、でもハートも可愛いんだよな。いやでもハートよりなんかつぶつぶのが最近っぽいな。そのネイルが近くで見れるぐらい。さあ頑張れ、どこに座ることになるのか。あ、でも白のハートかわいいな、見てほら。ピンクだとねちょっとねでかいんだよね、でかいし、あとねなんかハートの形がね、まあ、ハートなんだけどもちろん。こんな感じ。あ、でもピンクと白のハートかわいい。あー、ハートにしよっかな、かわいいな。あ、飛んでちゃった、やだ、どっか行っちゃった。わ、眉どれにしようね、どれがいいかな、みんな、みんなハート好き。明日リノリノリよろしくお願いします。オッケー、任せな、任せななのか分からんけど、今日さ、その天神行ったんですけど、天神にリノみたいな人がいたから、リノに LINE で、リノもしかして天神いる？天神いたりしたって言ったら、いるわけないじゃん、笑ってきました。ええ、別にいるわけないことはないやん。いるわけないことではないの。そんな、いるかもしれないやんけ。仕事中でもないんやから。公演中とかやったら確かにいるわけないけど。一人のと公演中か、目合うかしら、目合うかしらっていうか絡むポジションあるかな、なんか正直ない気がする。絡むポジション、絡む曲、うん、ガチでない気がするな今考えたら。
なのに言ってるの想像つくの。でしょ、想像つくでしょ。リノがさ、いるわけないじゃんって LINE 送ってくるので、全部ひらがなの。ビビさん結婚してありがとうございます。無理です。クリナリノちゃんって呼ばん、呼ばんねん。ネタじゃないけど、普通になんかこうなんか面白半分っていうわけでもないけど、なんて言うんだろうね、リノちゃんとか言って呼んだりはするけど、別に普段からリノ呼ぶときにリノちゃんとは言わないかな。ジュニアさん100回目の方もありがとうございます。ジュニアさんね、怪我してる方が多いから心配ですね。愛知のこともありで、そうね、愛理あ、でもたまに愛知っていう、どっちもあるかも。なんちゃんの影響で渋井美奈は渋井美奈って言う。そう、私渋井美奈は渋井、なんか別に仲いいほどフルネームで呼ぶっていうわけでもないけど、仲いい人ほどなんかフルネームで呼びがちではあるかも。まあね、渋井美奈私のこと尊敬してないですからね。今日の今のお顔の画像が欲しい。この顔やだ、すっぴんなんで。すっぴん好きだよね、ほんと。なんでそんなにのすっぴん好きなの。ダメだよ、ブスなんだから。ダメよ、もうほんとすっぴんは NG よ、 NG。 こんだけ配信してるけど、こんだけ配信してますけど、すっぴんは NG ですよ。しらすさん100回目のもありがとうございます。小川さん、そうだ、小川さんのもあれだったもん、フルネームだもんね。焼きごじかわいい、ありがとうございます。クリナとリナッチならどっちが、メンバーやったらリナッチかな、最近は。クリトム以上にかわいい、なんてこった。そんなことないよ、みんな何を言ってるんだい。おだてても何も出ないよ。おだてたらタワーを投げ捨てるくらいだ、逆に。うんとこしょどっこいしょ、それでも株は抜けません。田中きゅうり、いおりはなんかより、田中より長い、長くないか、言うて6文字か。坂本龍馬と一緒だね。明日これならリナッペ、リナッペ姉妹の、あ、本当？そう、ココッペにはタンブレを買いました。でもココッペが私のメール見てたら悪いし、バレちゃうし、まあバレちゃうっていうか知ってるかもしれないけど、どんなのか、私のリップを見てたら。そう、私配信もワンチャン見てる可能性がありますからね。これだけ見せます。店員さんと、店員さんになんかプレゼントであげたいんですけどって、結構まだ若くて13歳だっけ14歳だっけになったばっかなんですよねみたいな。そうで、まあこんな感じの子なんですけどって言ったら、あー本当ですね、若いですねみたいな、かわいらしいですねって言って、かわいいですよねって言って、いやなんかあんまマットになりすぎずとか言って、なんかめちゃこう説明しながら、でなんか、いや私が使ってるのはこれなんですけどみたいな、これ多分合うと思うんですけど、年齢的に多分これだと結構こう落ち着きすぎちゃうと思うんでみたいな、なんかもうちょっとこうピンクが入った感じでとか言って、そしたら確かにそうですよねみたいな、なんかもうちょっと若いからこう若々しい感じもいいですよねみたいな。だってさ、え14歳だって、え、だって私こっち23で9も違うんだよ、やばくない？そう考え、え9も違うって考えたらやばくない？9
だよやばくない？9個だよ、9個私今衝撃的なんだけど、コッペと私9歳も違うの？せめて6歳とかだと思ってた、7歳とか。9も違うの恐ろしい、キャー恐ろしい。え、なんかユイナはさ、まだなんかこう赤ちゃんって感じじゃん、まだなんかこうベイビーって感じだから、まあなんか別に10個違いますとか10何個12個違いますとかなんか言われても、あ、まあまあそうだよねみたいな、まあユイナまだ若いもんねみたいな、ちっちゃいもんねってなんだけどさ、ココッペと9違うってなんか、えみたいな、そんな違うっていう、衝撃的だマジで、びっくり。9個違うの、え、やばくない？私今手触れるんだけど、ちょっと9個っていう事実に驚きすぎて手が触れてる、ちょっとガタガタになっちゃねえの。マジ、なんかみんながリナとの年の差に驚く理由がちょっと分かったわ。いやー、マジ9個2009年生まれ、そうそう、大人っぽいんだよねココッペって。だからなんかまだ中2に見えないんだよね。なんなら高校2年生高校3年生でもね、いけるぐらい大人っぽいしね。なんか渋井ちゃんは確かに発酵さある、でも藤子も結構大人っぽいから、でもなんか藤子8って言われても、まあまあまあ、なんか確かに大人っぽいけど、なんか8って言われて恐ろしいとはなんないけど、ココッペと9違うで、私はマジで今恐ろしさを感じてる、わけってなってる。びっくりしてる、もう私もう震えてる震えてる。10個下の妹、妹はさ、妹ってもう認識だからさ、なんていうの、なんか別にあれなんだけど、マジか衝撃的すぎて今私びっくりしてる本当に、あって感じ。9かだって逆に言うとうちの妹と1歳しか変わんないってこと。いや、ハンちゃんは確かにうちの妹と同い年って言われても、まあまあ全然、ああまたそうだよねみたいな、確かに同い年だよねってなるんだよね。いや、だって私の妹と1歳しか変わらないってことだもんね。マジンゴマジンゴびっくり大人、ペッペ大人、ペッペ大人じゃない、ペッペ、ペッペ子供じゃん、大人は私やん。連立方程式、やばい、連立方程式とか久しぶりに聞いたわ、びっくり。その連立方程式っていう言葉を知ってる大人がいることにびっくりだわ。え、マジか、へい、かわいい妹ちゃんですね、そう考えると。で、私ね、何気にココッペとご飯行ったことないんだよね。そう、行きたいなと思ってるんですけど、なかなかね、こう若さゆえにって言ったら、ハンちゃんと言ったもんな。そう、ココペとそうそうご飯行きたいんですよ、私も。なんだけど、なかなかこうね、昼公演だけで、どっちも昼公演だけでっていう日がなくて、私ココペもアンダーが目撃者だから、この前ね、ハンちゃんとご飯行ったのは、そうそう、どっちにしろ行こうって言ってたのもあるんだけど、どっちも昼公演だけだったから、たまたま。そう、だから、行こっか、みたいな。そうそう、もともと言ってたの、この日が。もしそうだったら行こうね、みたいな。だからちょうど行けたんですけど。渋みながら、ああ、もうあの人、坂本里乃がいれば大丈夫なんだよ。大丈夫、大丈夫。中学生とご飯行くとき何話すと、楽しいとか言って。でもそうなんで、なんか共通の何かがあったら、なんかもっとよりこう話せそうな気がするんですけど、確かにこう共通の何かがあるかって言われたら、めっちゃあるわけじゃないじゃん。もちろんそれは。
だって23歳とね、それ14歳ってなるとそりゃそうなんですけど、お母ちゃんが夜ご飯だとお値段が高すぎて子供誘えないって言ってた。え、マジ？私一応子供と行ったら絶対おごるようにしてるもんな。コッペが前どうもりの、あ、言ってたな。それどうもり最近やってないけど、それでもいいならいいけど、お膝撫でていい、撫でれるもんなら撫でてみ。ヌンヌンと渋井ちゃん混ぜるなき、あ、ね、そう思うじゃん渋井ちゃんね。あんな感じだと思いきやね、リノの前ではねちょっと猫かぶってる、猫かぶってるっていうか、いや本性を出さない猫かぶってるとかじゃなくて、ちょっと子供になるんですよ。もうちょっとなんていうの、こうわがまま系じゃなくて、なんていうんだろう、本当なんかお姉ちゃん大好きな妹みたいになるのよ、マジで。そうそうそう、甘えるような感じなんですよ。私にはあんな態度なくせにムカつきますね。そうなのよ。この次終わったらもう一回地獄のマグネットが来ますからね。リノちゃんはクイナに甘えてる、甘えてるか分かんないけど、歩いてると絶対に腕を組んできますね。甘えてるのか、あのいいように使われてるのかも分かんないですけど、正直リノはリノは分かんないですけどでもよく頼まれ事はしますよ。で私が大体なんか人に頼まれたら全部やっちゃうから、それをあいよいよって言って、基本的にはよっぽどできないこととか、なんか理不尽なことじゃない限り別にいいよってやっちゃうから、だからリノはすぐリナに頼ってきます。まゆみさん100回目のありがとうございます。足を乗せられ、そうそうそう、ソニックで足を乗せられたり、もう意味わかんないじゃん、もう絶対まっすぐ伸ばしてる方が楽じゃん、あんな。まあでもそれがね、あの別に本当にいいように利用されてたら、いや、もう嫌になって多分離れてますからね。そうね、意外とカマチョなのかもね、みんなのこと大好きなんだから。靴下 CK って書いて、あ、あれあれよ、あのカルバンクラインの CK です。あれ私が前日に私買ってリノに渡すっていう。姉さんリノ買いに行く暇がないから、天神行くならついでに買っといてくれないって言われてちゃんとお金は返してもらいましたけど、あ、分かった分かったって言ってリノがお姉ちゃんなの信じられない。それな、絶対お姉ちゃんじゃない、一人っ子なのよあの子は、性格的には。まゆみさん100回目のおめでとうございます。しぶいちゃんのりなちゃんへの態度って信頼かな。まあね、私でもよく言われますからね、6期生にありがたいことにお姉ちゃんみたいって。だからまあそれはなんか尊敬って感じより、でもなんか尊敬って感じよりそれはそれで嬉しいなって思いますけどね。平坦さん写真撮るとき隣に来るのって言われたときイラッとした。いや全然別に、そんななんかそんな怒るほど私のね心は狭くないですし、ネタなの分かってますからね。逆にだってあれで美味しいわけじゃん、言い方悪いけど。私もあそこでさ、ちょっとさ怒った風でさ、こう出ていこうとするっていうそのさ一連がさ、やっぱリノのファンの人からしたら多分受けるっていうのを、こんな詳しく解説するとリノが多分恥ずかしくなっちゃうかもしれないけど、分かってるし、リノのファンの人がたくさんいるっていうのもリノ知ってたのよ、言ってたから。そうだからリノのファンからしても嬉しいじゃん。絶対だってあんなのさ、あのカメラマンは好きじゃん、ああいうのそうそうそう、だから
すがにそれはイラッとしないね。もうなんかそういう一連の流れが面白いっていうのをお互い分かった上でのあれを計画してたわけじゃないけど、ちゃんと分かってやってるから。大して仲良くない人とかにされたらムカつきますけど、そんな人はでもメンバー基本的にいないですし、みんな仲良しなんで。あ、ちょっとここの爪塗りすぎたね。そうでしょ、リナのファンの人はリナのこと好きな人結構多いから。今マグネットやってるんで、ちょっと待ってください。集中してますね今。あー違う、出てきちゃいけないとこまでマグネット出てきしもうた。帰って帰って、よし、お薬指いい感じかも。小指難しい、爪がちっちゃいから。マグネットネイルとかどういう仕組みなんだろうね、マジで。マグネットなのは分かるんだけど、なんていうの、言いたい原理はなんか分かる、原理が分かんない。なんていうの。ビール飲みながら配信見た。ビール飲めるのいいね。ビール飲めるの羨ましい、本当大人の皆様。サマステ応募した、ありがとう。みんなが来てくれるのをりなちゃんは楽しみにしているよ。難しいよ、小指難しい。
これでいいかな。またパーツでなんとかしようかな、小指。あーでもなー、気に食わんなー。すいませんね、私のこういう性格がちょっと。いいんじゃないかな、これでいいや、完成。ホワイトビールって言って苦味が少ないビール、あもう55分、やっぱ57分じゃん。じゃあ完成形は明日公園で見てください。じゃあランキング見ます。13位黒部さんありがとうございます。12位はるかさんありがとうございます。11位ケロクニさんありがとうございます。10位かおちゃんありがとうございます。9位焼きごじありがとうございます。8位としさんありがとうございます。7位 HKT ジュエトウジさんありがとうございます。6位エウリカさんありがとうございます。5位キスズん違う合ってるか5位キスキズスユウタロウさんありがとうございます。4位カリさんユウさんありがとうございます。3位平松さんありがとうございます。2位バルタンタロウさんありがとうございます。1位佐世保のてっちゃんありがとうございます。ケロックニさん、エスプッチンさん、タコありがとうございます。グッチーさん、疲れありがとうございます。アジシノ君さん、タコありがとうございます。神崎正和さん、疲れありがとうございます。スミさん、ファイトありがとうございます。ユヤ君、タコありがとうございます。じゃあバイバーイ皆様、おやすみなさいませ。あ、ランキングめっちゃ秒で読みすぎて1分で終わっちゃった。じゃあまたね、明日の公演でお会いしましょう。バイバーイ。